これね、やっと日の目を見たの、うん、これ今年の春だか去年の夏だか分かんないけどね、あの見た通りね、これこれ長かったの、このエゾマツ、うん、何を隠すと何センチ、50センチぐらいあったんだよね、うん、これは大体この癖はね、外せは取っちゃう、取れてるけど、もうこの針金はね、取ってもいいんですよ。いいの、うん、いいの。ただこの上だけね、押さえとけばね、この辺はね、まだ今年の冬だよ確か。いやこれはね、シャニムに引っ張っていくからね、ダメだったらね、またかけるさ、ちょっと、うん、ちょっと取ってみるわ。まあ溝に入ってるからね、うん、こういう感じ。これなんでもないでしょ、これ、うんうんうん、ピンとしてちょっと上はね、この一箇所ね、上はちょっと置いときます、取らないで、うん、このこれが上がってきそうだね。いや大丈夫だな。あ、これこれも取れるわ。おお、意外とあれだね、これも取れますね。今のピーンするピーンってなったら困るから、ここで一応ねザ・エンドにしとくわ。取るのはこうやってさ、これは来年取ろう。ただね、これただのそこら辺の軽い天城石なんだよこれ、うん、をね、ちょっとさ、なんかこのぐらいにちょっと芸術的にやればいいかってやつね、ただそこら辺から拾ってきてポッとつけたんだよこれね、うん、これなんかあれでしょ、あの自然の感じの石はわかるけど、ちょっとなんかザクザクってつけたでしょ、うん、そうだね。それね、ちょっとこれね、今ねこれあの金槌でコツコツやるとちょっと根があんばい悪いんでね、ちょっとあの機械である程度ザーッとね、うん、大雑把な傷つけてね、それからあのコツ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 ちょっとやるわ。すごい音すっからね、びっくりしないでよ。うわすごい、こういう鋭いものでね、こういうんでこれちゃんとしっかり押さえてやれば、なんか刃物らしき跡をちょっとね、うん、なんとなく、なんとなく山でもこんな山あるからね、うん、とんがったこれはこれでいいんだけどさ、この軽石のいいとこはね、こういうとこなんですよ。これハサミでも切っても切れるやつだから、いわゆる天城石ってやつ。なんとなく芸術的になってきたと自分で思ってるだけこんな感じですな、こうこうこうでしょ、こういう感じね。それで一応ね、これなんかあの隙間あったりなんてするけど、後でね太ってきたらこんなとこね、うん、あのなくなるから、隙間、木が太ってきたら、これここに種が落ちたんですよ、ここですよ。これからぐーっと上がってきて、これこうやってきて、こうやってたどり着いたんだよ頂上に。すごいでしょ、そういうことを想像してください。いやこれはなんかもう水掘ってはめたっていう感じのあれだもんね。そう、これはもう完全にね芸術なんです完全に山の道路に張ってるこれはね別名いろは坂盆栽って言ってねでこれはね、あのこの枝長いのがねまたねいいの、うん、この仕事しやすいのね。これ短いとね、この枝を振りがなかなかできないけど、うんうん、これだけ長いとね、あれなんですよ、悪い言葉で言うとごまかしてるわ、ごまかしが効くわけさ、うんうん、いい言葉で言うとね、うん、あれがで、ないのかいいい言葉はないのよこれでですね、これをね今回はね、これちょっとなんとなくいくなったでしょ、うんうん、さっきよりはね、うん、でこれはあのもうこれ元気の息の証拠に、こうやってどっぱらからこうやって出てくるんですよ、これプツンとね、これいっぱい出てきてる、うん、こんなとこからも出てるこれ、うん、新芽、これでですね、もうなんぼこれね、あの締め殺ししても木大丈夫なんですよ。あ、そう。それでね、一応正面決めるのはね、うん、大体このいろは坂が見えるところが正面いいと。あ、そう。
そう。これだったらさ、ちょっと嫌にもいかにも見てくださいなんだよね、うん、ここら辺に正面にしとくわけ。そうだね。そうするとさ、なんとなくこう行ってね、こう向こうに行ったらなんかあるかなって見えるでしょ。でここの岩もなんとなく芸術的でしょ、うん、なんとなくね、ただ削っただけだけどさ、ま、周りが見えなくなるからいいよね、うん、周りがこれ見えなくなるからいいよ。こっちにさベロッと見えるでしょ。そうだ、ここ正面に決めたらもうね、それでやるわけさ。我々はね、どれを使うかってもう決めちゃうからね。あ、そうか。いらないのは初めから取っちゃう、切っちゃうんですよ。でこの枝なんかはまあ大事な枝なんだけど、うん、こうやって見たら頭にもこうあるけど、うん、ここにもいっぱい芽あるの、この下にも。そうするとね、こう流れてくるとね、この枝をどこまで持っていくかなんだよね。一応ここ正面ですから、こういう感じにね、こういう枝に持ってくるわけ、うん、したらちょっと長いけどね、これやっぱりいるんだよね、うん、引くのがかっこいいでしょ、うん、でこれはね、ちょっとこう振って針金かけるんですけど、これ全部振ってかけるの、うん、細いとこに。これは大事な枝。そしてだね、まあ、これもちょっと取っとくか、うん、これもちょっとね、こちらの方に振るか、こういう感じでね、これとこれ大事。それからね、この枝ね、これちょっとね、後ろ枝にして使いたいんですけどね、この枝はちょっとここ長すぎるから、これ必要ない、これいらない、これいらない。そしてね、これがコクでしょ。そしてね、一応こういうのってさ、なんとなく芯があるとね、安心して見てられるんだよね。こういう感じでね、こういう感じで芯があると見てられるでしょ。こっちを芯にしてもいいんだよね。そうするとこれが枝になるわけだから、うん、あ、そうしよう。そうするとさ、これも枝になる、全部これも枝になる。そしてこっちの後ろ枝もこっからチラチラっとこう見せてこう枝にする。そうするとこの枝がね、結構大きいんだけど、これがね、こういう流れになってくるでしょ。そうするとここに一本ちょっとこう、あの、この石をね、隠さないで、石の影からこう出てくるようにして、うん、こういう感じにするんですよ。そうするとね、極端な話ね、全部の枝いるんだよね、うん、だけどちょっと長いのがあるから、全部の枝はまあ全部使わないけど、今ねこれ使うのはね、ちょっと今、まあ、この枝はいらないな。こういう風になってくるとね、ここにちょっと芽を見てね、これが来年の芽なんですよ、これね。でこんなに長くいらないから、これで変でね、青い葉っぱ残しとくとね、こっからまた芽出てくるの、用意して、うん、でこれもここにちっちゃこい芽があるんだけど、これちょっと残しておいても、こっちに残してこの枝を今使います。これここでね、でね、真ん中ちょっと長くしてね、ここにもいっぱい芽用意してるから、こう切ってちょっと青いの残しておくと、こういうとこから出てくるから、ここに芽あるけどね。ちょっと待ってね、これこの針がね、目立つな。まあね、色がね、色が嫌だね。ちょっとこういうスタイルいきます。よし、これから作業開始。はい、こうです、こういう感じです。これね、あの先の方行ったらもっと細い針金がいいんだけど、やっぱりこの流れがあってね、やっぱり一気にね、こう一本の針金でこういった方がね、すごくリズム感がある、うん、途中で細いのに入れ替えたらさ、そこでもってね、カクンと段がつくわけでしょ、うん、それよりかさ、ちょっと太いのは必要ないんだけど、リズム感が大事だからね。こうやって山のエゾマツもこんなになってっからね、下はね、ぐーっと下がってっからね、雪に、ここに雪乗るから、うん、重くてだん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 曲がって下がってっからね、北海道の松は。来年はここに芽がいっぱい用意してるから、ここに新芽がパーッと出たらかっこいいじゃん、俺。こういう感じで。ねえ。
これ雪崩でダーッと崩れた感じするでしょ。これ元気のいいのはこういうとこから出てくるからね、うんうん、だってこれはね今この棒いらないんだけど、こういうのは取らないで置いといてね、元気よくなったら取るようにした方が、あのこの木のためにいいんだよね。これ上に上にこう水引っ張ってるから、でこういうのも元気よくなるからね、うん、でも頭はもともと元気のいい木だから、このエゾマツっていうのはあの取ってもいいんですけどね、これ今制作中だからね、あまりその芸術したこと考えないでさ、売ることばっかり考えてお金のお金をチラチラ考えてるとダメですよってダメなんです。もうこれねちょっと枝数いっぱい多いようなんだけど、この後から取る分にはさ、余分な時は取る、今ねちょっとこう木のね元気はいいんだけど、元気さっていうことは葉いっぱい茂らせないと木元気よくならないでしょ、うん、そうだね、だからねちょっと枝数多いかなと思うんだけどね、うん、こんなに先の先までね針金かける必要ないんだけど、やっぱりやりだしたらちょっとかっこよく最後までしたいからね、うん、これやむを得ないんだよね性格上ね、うん、これ後ろもこうあるでしょ、こういうのね、これはねいわゆるこう来てねここでまっすぐ来るっていうのは本当はめったくないんだよね、うん、だからこの後ろ枝はね本当はここら辺でちょっとこうカモフラージュに欲しいんだけど、将来のこういうのでもってね、こう一応ねこっち正面っていうことにねしてやらないんで、この枝はあんまり降ってくるとこないので、うん、ちょっとこんなのはね少し短くしてちょっとこういうのちょっとこうね落としておいてもね、これ頭だからね何ぼでも出てくるから、うん、この枝をどこへ持っていくかだよね、うん、それでねこの辺はちょっとねこれいっぱいあっていいから、これなくてもいいんだけどね、一応いろいろ元気つける都合でね後からいらなかったら取りゃいいんだけど、こういう感じでここで山のてっぺんに山のてっぺんでこれ以上伸びれなくて枝が雪でもって下がって下に下りましたっていう一応ストーリーなんだよね、うん、こうやって生えてきて上まで行ったけどももうこれ以上伸びませんと、後でもう雪と風でもって押されてこんな感じになりましたっていう一応ストーリーとしてはね、うん、こんな感じで、これはね今こうどうしてもここで曲げれないときはね、こっちから針金でちょっとこう引っ張ってやってね、うん、あくまでもこの山をかぶってるように今作ってんだよね、うん、こう曲げといて、でこの枝をねどこまでいくか、こう下げたらこの辺でいいなと思ったらここでカチャーンとこうやって曲げて、でここで切っておけばいい、くるくる巻かなくても大丈夫だ、こういうふうになって下がってきたでしょ、こういう感じで、これ下げすぎだな、こんな感じですよね、こっち側はねなんとなくこうダラダラだけど、ここが垂直でしょ、これですごい険しさ感じるし、山のこうやって見たらさ、あ厳しいって感じ受けるでしょ、そして枝が下がってると、これいつもこうやって自分で自己満足誰も褒めてくれないから、こういう感じです、こういう感じですね。それで今度は後ろちょっとねやや嘘臭いとこもあるんだけど、これはねあれなんだ、みんな初めから嘘で固めてるからね、うん、もう皆さん何も言わないんだ、ちょっと自然とちょっと違うんだけど、なるべく自然のように見せてるように努力はしてんだけど、自然のようにはいかない、もう少しで完成ですからね、待っててくださいよ。でね、この頭の方はこうやって色がすごい元気いいからね、うん、
こういうとこに芽が、これ来年の芽なんです。ここにポツンポツンとあるのは。でここにもあるんだけどね、この芽から来年こう出るんだけど、来年ここで芽摘みするんだけどね、うん、こういう頭のこういう勢いのいい木はね、この緑色をちょっとこうやって残しておいてもね、うん、こっからまた出てくるし、まあ、そう、これも芽になるの、うん、だからあんまり伸ばすの嫌だからさ、うん、ちょっと頭ねこう止めとくんですよ、こうやって。そうするとこの脇から出てくるの、うん、黙っとくと先出てくるし、また芽摘みするか、するんだけど、こういう強いとこはねブツッと切ってもね横から出てきやすいんですよ、うんうん、弱い芽は出ないけどね、下の方は出づらいけど上は出やすいの、うん、だからねハサミでブツブツと切ってもいいんだよ、元気のいいとこだけね、うん、でこの芽を大事にして、この芽かっちゃかないようにして、ちょっとこう避けてね、気をつけて取るわけ、こういう感じでね。でこうやってこうです。こうです。これ綺麗な芽用意してるんだけど、まあこれはいいでしょう。それでこれが芯にして、これがね、ちょっとこれを後ろの枝にする。こういう感じでね。でこうでしょ。これも枝にする。こういう枝にする。こう枝にする。こういう感じですね。この石を見せるとこういう感じね。で後ろに、これもちょっと後ろ枝にする。でこれも後ろ枝にする。こうくる、こうくる、こうくる。一応これでね、これでちょっと回すよ。はい、これで正面ここね、こんな感じになってます、はい。ちょっと最初の姿とはだいぶ違ってきてるんで、これ将来はかなりの大物、大物っちよりもあれですよ、はい、なんだ思う将来の、将来もう約束されたようなもんです、この木は。はい、はい、完成、はい。